大型連休関係なし、反腐敗を進める習近平政権。大型連休明けに一斉摘発。本題に入る前に、日本のゴールデンウィーク同様、中国も大型連休が終わったばかりだ。5月1日のメーデーを中心に、その前後5日間は連休だった。ゼロコロナ政策が終わって初のメーデー休みで、各地に行楽客が溢れ、全国で旅行客は2億4000万人を数えた。その大型連休が明けた5月4日、高いランクの公務員の汚職摘発のメスが入った。中国には上級公務員、共産党幹部の汚職摘発を管轄する中央規律検査委員会がある。その地方組織の規律検査委員会が時を合わせるかのように各地で摘発に動いた。その中央規律委員会の公式ホームページに、メーデー休暇が終わった仕事始め初日、多くの幹部が審査を受け、共産党籍の剥奪、公職を解かれたとの書き出しで始まる記事が掲載された。見出しは、落馬、かっこ馬から落ちる、つまり失脚、転落を意味する。連休明けの5月4日に発表された処分は、どれを紹介していいかわからないほど数多くあった。一つ挙げると、北九州市と友好都市提携を結ぶ人口1000万人を超える遼寧省大連市では、副市長が重大な規律違反によって取り調べを受けていると公表された。このほか、新型コロナウイルスに感染した市民が初めて発症したとされる都市として知られる湖北省武漢市でも、副市長がやはり重大な規律違反があったとして取り調べを受けている。こちらは容疑の一部が明らかになっている。他の人の幹部昇格にあたり、賄賂を受け取ったり、自分の職権を悪用して親戚に便宜を図ったりしたという。このほか、公務に名を借りた旅行が実はレジャーだった。自分で使った費用を業者に付け回しした、などなど。大きな地方都市の幹部や銀行幹部などの名前が並ぶ。習政権3期目に合わせ、規律検査委員会が動く。習近平主席のよく知られた言葉で、虎もハエも叩くというのがある。つまり、汚職を働いたからには、大物イコール虎も、小物イコールハエも徹底的に糾弾するという号令だ。そのキャンペーンの司令塔が、この規律検査委員会だ。中国の国会にあたる全人代、全国人民代表大会で、習近平氏は2023年3月、前例を破って3期目に入った。その全人代で習氏はこう演説している。党、共産党の規律に違反する問題に関しては、断固調査し処分する。反腐敗は最も徹底的な自己革命である。反腐敗闘争は一刻たりとも止めてはならない。全人代に先立ち、昨年10月には5年に一度の共産党大会が開かれている。習近平氏はその活動報告の中で、やはり腐敗撲滅を強調していた。習近平氏がよく使う言葉に、共同富裕というものもある。貧富の格差をなくし、一部のものではなく全ての国民が豊かになろうというスローガンだ。そのためには、市民が抱く不公平感をなくす。つまり、特権を悪用して私腹を肥やす連中を懲らしめる。時代劇ドラマの水戸黄門の水戸光圀に例えればわかりやすい。その習政権3期目が始まったことを受けて、中央規律検査委員会が今年4月、汚職撲滅の大キャンペーンを始めた。大型連休明けの今回の摘発もその一環だろう。中央規律検査委員会のトップが言う2つの確立とは、汚職撲滅をどこまで徹底できるか、習近平氏への忠誠が図れるもののようにも思える。中央規律検査委員会のトップ初期のポストにある力士は、
2つの確立というスローガンを多く使っている。2つの確立とは習近平氏への忠誠表明を意味する。つまり1、習氏の革新的地位を確立すること。2、習氏の政治思想の指導的地位を確立する。この2つの重要性を強調している。いわば共産党全体に対し習氏への服従を迫るスローガンだ。汚職摘発を進めることで庶民の不公平感を減らす。一方で真剣に取り組むかどうかで習近平氏への忠誠のバロメーターになるというわけだ。この中央規律検査委員会の力士は、昨年秋の共産党大会で最高指導部の共産党中央常務委員会のメンバーに抜擢された。地方で勤務した時代から習近平氏との縁が深い。中国の内陸部、陝西省延安市。ここは革命の聖地と呼ばれ、中国共産党が内戦時代に拠点を構えた土地だ。ここの農村部で習氏は10代後半から20代にかけて7年間を過ごした。力士は延安市のトップに就いた際、習氏が暮らした村を整備し、愛党、かっこ共産党を愛する教育の拠点にした。中央での勤務の経験はなかったが、こうした実績を通じ、習氏のグループに入った。昨年秋に中央入りする直前は、南部の広東省のトップだった。広東省の中心都市、広州のメディア関係者に評判を尋ねると、可もなし、不可もなしとの答えが返ってきた。いずれにせよ、3期目に入った習近平政権の看板である反腐敗汚職撲滅は、この力士が陣頭に立ち、その成否は彼への評価になる。ちなみに、最高人民検察院、かっこ、日本の最高権のトップもこの3月、習近平氏の地方勤務時代の部下が抜擢された。中国サッカー界でも汚職摘発が続く。大型連休明けに捜査が明らかになったのは、人口規模が大きいとはいえ、地方都市の副市長クラスで大物とは言えない。ターゲットは大きな金が動く部門だ。今、中国のサッカー界が大荒れだ。中国サッカー協会のトップほか、現職幹部、元幹部も含め、汚職で次々と摘発されている。中国でサッカーは人気スポーツで、プロのサッカーリーグにはビッグマネーが動く。かねてから不透明さが指摘されてきた。格差が広がり、庶民は不公平感を募らせる。一方で、反腐敗をスローガンにして習近平氏は、自らの統制をさらに強めたい。中国の汚職撲滅の動きは今後取り上げる機会が増えるかもしれない。中国、台湾議論を警戒。再び軍事演習で威嚇も。広島サミット。中国は19日開幕の先進7カ国首脳会議 G7 広島サミットで台湾問題が議論されることを強く警戒している。台湾を自国領の一部とみなしており、G7 首脳らの口出し次第では、台湾周辺で再び軍事演習を行うなど、台湾や米国、議長国の日本を威嚇する事態も予想される。中国は台湾の武力統一を想定し、実戦能力を着々と高めている。G7 は客観的事実を無視し、乱暴に中国の内政に干渉した。中国外務省報道官は4月、G7 外相会合の共同声明に、台湾海峡の平和と安定が明記されたことに激しく反発した。中国は台湾の蔡英文政権を独立勢力と敵視し、蔡政権を支える米国こそが平和と安定を脅かしているとの立場。米国は台湾問題を利用して中国を抑え込もうとしていると主張する。中国は昨年8月、ペロシ米下院議長当時の訪台に抗議し、台湾を取り囲んだ異例の大規模軍事演習に踏み切った。昨年12月と今年1月にも台湾周辺で演習を行い、4月には蔡総統が
米国でマッカーシー下院議長と会談したことへの対抗措置として、再び台湾を包囲した演習を実施。空母山東が西太平洋に初投入され、米軍の接近を阻む絶好の訓練、軍事専門家となった。米国など西側諸国が中国封じ込めを強化する中、それを逆手に取るかのように中国軍は台湾周辺での演習を繰り返し、台湾侵攻に備えた軍事力向上につなげている。陸海空軍に弾道ミサイルを扱うロケット軍を加えた統合的な作戦能力は、昨年8月の大規模演習以降飛躍的に高まったとみられる。最近では台湾を周回する形で大型無人機を飛ばすなど、軍事活動を常態化させている。今月9日から10日、北京で対台湾工作会議が開かれた。台湾政策を統括する中国共産党序列4位の王古寧、全国政治協商会議主席は、外部勢力の干渉に断固反対しなければならないとの方針を確認し、広島サミットを前に G7 を牽制した。